さあ福田さん、今日はどんな試合になるんでしょうか。いや本当に両チームも気持ちも体も非常にこうテンション上がってるんじゃないですかね。あとはチーム全体の組織的な動きがどう影響してくるのかも見ていきたいですね。はい、本日はそんな一戦を迎えています。さあ選手がピッチに入ります。好ゲームを期待しましょう。でスタート。解説は福田さん、北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。中央を上げる笛なりませんね。オフィスルだ。これはオフサイドではない。タヤクのシュート、ちょっとシュートしっかりと当たらなかったですね。このボールはちょっと中途半端。このボール戻す、当たります。トリ今いいですね。駆け上がる、左から上がっていけるか。一人で駆け上がる、持ち上がっていいですよこれ。お、いい形ですよ。シュート、ボールを追います。体を寄せる鎌田、内田ついている。ピックアップ、このボール、ボール出ましたねこれ。中央折り返す、さあ中央へ、打てません。ここはディフェンスされました。先に引いた守りをされちゃうと崩しにくくなりますから、やはりスピードも大事になってきますよね。いいですよ。どうだ、弾いたところ、これはどうだ。いやー、決定的でしたよね。フリーでしたからね。前半開始早々、はじきはじき、しかし最後は決めます。ちょっとラインを上げるのかボールに行くのか、はっきりしない守備で中途半端になってしまってフリーになってしまいましたね。そうですね。ましたけど、十分彼なら狙える距離ですからね。北澤さん、選手で活躍されていた頃、スランプ克服法ってのありました？
どうしてもうまくいかない時ってあるんですけど、理由をまず出しました、ね、これ自分で出す、なぜうまくいかないのかっていうのをもう自己分析の世界として出してきますよね。出すことによってどういうふうにトレーニングすればいいのかっていうことにつながってきますけど、あとは立ち戻れる部分を作らなければいけない。ダメな時にはこれをなんとかすれば戻せるという、だからスランプには入り込まない、その一歩手前で収まるかどうかって結構大きいと思うんですよね。なるほど。ファールですね、これ。ここは注意だけでしたね。中央。ボールを追う。マーチペロコ。ヤゾソフ横に流す。いや戻す。チェック。おおヒールでのパスです。ファールです。審判が急いで向かいます。イエローカードです。慌ててこう飛び込んでしまって倒してしまいましたからね。慌てなくてもいいシーンだったと思いますけどね。さあフリーキック、ブルガリアチャンスになります。ボックス内に入っている。福田さん、はい、欧州のトップリーグになってくると試合数が考えられないほど多いんですよね。そうするとそのチームの中でやっぱり発火点になるような選手、これ大事なんですね。サッカーは演技をする場所ではないですから、戦いなんですね。で、戦いに勝つために戦術があり技術があり、こんなものが必要になるんですね。戦えないっていうことはやっぱりそれはもう技術も出せないですから、やっぱ戦える選手っていうのが僕は重要なのかなと思いますね。で、当然その発火点になる選手に呼応するような選手たちがピッチ上にいないと、これも試合は負けても偶然ですか。そう、僕はそう思いますね。クリアです。ヘッドで競る。さあ20分を経過。パスです。バルゴイバラ、ヤゾソフ出ましたね。これパス、タシロ奪われます。デニコロフ、トリー前方へ、中村下げます。合わせるしかなかったですよね。さあどこへ出す。中村前に出した。中央へ入っていく。キャッチできない。いいサポートですね。うわっとオフサイドを取られてしまった。オフサイドのシーン、踊りオフサイドですね。中村、攻撃のリズムを作れる選手です。デニコロフ、マーチペロコフ、右どうだ。日本ここからの攻撃になります。取られます。このボール、シュート、危ないシーン。まあ、最後シュートダイレクトでしたよね。スペースでボールを受けた時にはチャンスになりますね。もう一歩受けたかもしれませんね。左、そろそろ前半30分を迎えようというところ。さあヤゾソフ
リアン・ペロコフ、中央鎌田、前半30分を過ぎたところです。ミクラフ、スリアン・ペロコフ、マーチ・ペロコフ、ブルガリア。前半終了までもうそんなに時間は残されていませんが、現在1点差をつけています。先ほどから見ているとだんだんとこう中盤をうまくコントロールしていますよね。そうですね、いい調子ですよね。送ってついていく、組み立てる、ベンバトル、エンド交錯した形、パスを選択、バルゴイバレ、タマダ、ザトレ、中盤での激しい攻防、奪って田代。35分パス、鎌田、挟まれる、クリアです。36分です。中央から今日得点を挙げています、ミクラフ。ディフェンスの選手です。取られてしまいます。そろそろ40分というところ、ザトレフ、マーチ・ペロコフ、ザトレフ、中村、ディフェンス、ボールを追います。スルーパスですね。チェック、いい形でボールが出ましたね。この横パス激しいですね。ボールをちょっと持ちすぎか、ボールをコントロール、右にはデニコロフ、戻す、ボールを上げられない、クロス上がりますよ、クリア、前線へ。さあ前半43分、選手が集まってきますね。イエローカードですね。ここはなんとか起き上がります。フリーキックです。距離もあります。直接狙うにはちょっと厳しいですね。シュートレンズ、チャンスものにしたいですね。難易度の高いシュート、枠にはいきません。ワンタッチ目からシュートまで早かったですね。しかしボールを止めてからのシュートに入るまで非常に素晴らしい技術見せましたね。左サイド、さあこのボール戻す、センターサークル付近、コントロール、前線へ、チェック、サイドを使います、上げてくる、ここへ、しかしいいディフェンスですね。中央、いいでしょう、入っていく、しかしボールはコーナーキック、このチャンスを生かせるか、ボールはクリア、さあどう攻めるか、打った、ここで笛です。前半終了、前半終え1対0。佐々さん、はい、
ブルガリア、まずは前半先制して折り返しました。そうですね、本当にいい雰囲気で折り返したと思いますね。なるほど。それでは前半戦の流れです。前半43分、まだ映像は出ていませんが、中澤非常にいい形でシュートを打ってきました。こういったシーンありましたけども、絶妙なパスをつなげてシュートという典型的なパターンができてましたよね。そして前半9分、デニコロフ先制点となるシュートを放ちました。サポーターの期待に応えられるのはどちらのチームなのか。それでは続けて試合をお楽しみください。後半です。ブルガリア勢いを持続できるのか。追っていく、これはファールです。バックパス、短いフィード、ボックスの中に入っていくか。セーブでしょ今のは。いや今のはいい判断だと思いますね、ゴールキーパー。いい感じでボール出ましたね、もう少しでしたね。コーナーキック、これはクリア。追います、よく守ります。右からボールが入ります。中央に入れた後だったんですが、これは阻まれます。3人も入ってきたんですけどね。あ、詰めてますよ。トリヒールパス、読んでいました。ちょっと持ってなかったですね。トアイマよく触りましたね。キーパー本当ナイスセーブですよね。ただディフェンス簡単に振り切られてますからね。ただリズムは非常にいいですよ今の。コーナーキックのチャンスです。少し曲げてきた、チャンスが続く。攻め上がったんですがここはうまくいきません。右、後半5分です。エリアの外、ペナルティーボックス内に侵入。どっかりうまく攻め込んでましたけどね。右サイド、これはオフサイドではない。後半7分を過ぎました。スリアン・ペロコフ、180cm、77kg、日本、ここで選手交代の動きを見せています。どうだ、あー離されましたね。決める、ゴールまでの仕掛けは素晴らしかったですね。後半始まったばかり。ブルガリア、またリードを広げます。待ってました。最後は左足で決めました。いやー、いい姿勢で打ってますよね、冷静にね。さあ日本、後半のこれからという時にさらに点差を広げられてしまいました。これをきっかけにどう変わってくるかですね。イメージ通りといったところでしょうね。ボールはバックパス気味、中央です。華麗なヒールパス、チェックに行きます。
遠藤預ける、中に速いクロス、シュート、シュートで終わりますが枠を捉えられません。ちょっと最後慌てるような形でシュートになってしまいましたけど、ただ非常にいい形だったと思いますよ今ね。最後の爪のとこですよね。しかしもったいないですね。コーナーキック、さあ誰に当ててくるのか。ベンバト取る、長友、中澤、クロスから合わせましたが及びません。いや最後に正確に狙ってきましたね。ゴール前クリーンにさせてしまったんですよね。さて北澤さん、はい、プレイヤーという身から退かれてるわけなんですけれども、今ご自分の目で見るサッカー変わりましたか。こうパッと見るときに22人を見るっていうことにはなってきました。どうしても選手の時には11人しか見れなかったんですよ。どっちかのチームという見方しかできなかったんですけど、今は22人という見方でサッカーを見れるようにはなってきました。なるほど。安田、体を寄せている。誰を狙うのか。ファールですかね今の。レフリーの答えはイエローカード。ブルガリア、今のでイエローカード2枚目となりました。さあ今のファールリプレイです。フリーキック、壁があります。これは枠の右に行ってしまいました。今距離が30メートルありましたが直線で狙いましたね今ね。まあそうそうチャンスはないだろうというのが正直なことかもしれませんけどね。後半入って14分です。抜けない、マーチペロコフ、この試合1得点ついている。ミクラフ、右サイドファールに合います。あ、主審が走っていきます。イエローカード出ましたね。日本、今のでイエローカード2枚目となりました。ちょっと今のはいらなかったかもしれませんね。フリーキックです。こういうところをチャンスにするというのは試合のリズムを変えることになりますからね。守備陣が勝っています。争います。読んでいました。いやー持たない。意図は見受けられましたが繋がりません。ヘッド、ヤゾソフ、ザトレフ、マルゴイバル、センターバック、さあどうだ。ジリアンペロコフ飛び込んでいきましたがその手前でカットされました。ヤゾソフ、24歳の選手、ボールをインターセプトです。また一つ抜ければチャンス生まれてくると思うんですけどね。戻す、工作、内田、中村。後半20分を経過しました。縦に出す、エンド、ここでサイドへ、ここでファールという選択。さあ面白い位置でフリーキック、直接来た、これは右にそれました。場所も非常に良かったですからね。直接狙うのもありの場面でしたよね。まあ位置も良かったと思うので狙ってきますよね。ヤゾソフ左行きましたね。駆け上がるボックスの中、繋がらない。守備の意識が非常に高いですね。シュート、枠を捉えられません。フィニッシュが少し雑になっているようにも見えますけれど、まあ押しているという証拠ですね。チャンスエリアに入ってからのねパターンが崩れてますよね。さて福田さん、試合の中でレフリーが黒子であってほしい、しかしそうでもない試合もありますよね。はい、はい、それは本当にもう日本だけの問題ではなくて全世界の課題ではないんですかね。
だからレフリーをもっと増やした方がいいとか、はい、ボールの中にチップを入れるとか、いろんなことを言われてますよね。ビデオ判定を入れるとか、ビデオ判定、そうですね、本当にそういうことでゲームを落としたりすることもありますから、いや非常に難しい問題だと思いますね。下げます。誰に当ててくるのか。さあ右にいるのはデニコロフ。大きくクリアついている。後半25分が経過しました。ディフェンス中央センターサークルのあたり、中村、このパスは強すぎた。ブルガリア2点差の余裕があります。アルナル取り、果敢に前へ、パス出るか、ボールはエリア内へ、クリアです。ワンツーの形、追いかける、ボックスの中、危険なゾーン、素晴らしい飛び出しでした。まあゴール前中央でね、ダイレクトパスはいいと思うんですけども、シュート急ぎすぎてますよね。狙い通りのシュートは飛んだと思いますけどね。奪われ交錯します。倒れる。さあカードは出るんでしょうか。イエローカード、ブルガリア、これでイエローカード累積3枚目となりました。先ほどのファールです。直接フリーキックです。形になりそうでしたけどね。ピンポイントに当ててくるのか。後半31分です。左側から、もう少しサポートが入ってくるといい形、シュートまでの形っていうのが生まれたと思いますけどね。カットです。チャンスでしたね今ね。守備の裏ですね、ディフェンスラインの守備の裏をうまくついていい攻撃をしましたね今のね。拾われましたよ。ドキーボールだ。右からのコーナーキックになります。さあブルガリアチャンスです。スリアン・ペロコフ、アニュー、抜けますね。このボールどこへ出す。どうだ、シュート、よく反応しました。こうお互いこう中盤でプレッシャーがかからなくなってきてる時間なんでね、ゴール前でチャンス続いてますね両チームとも。あれだけこうボックス内で落ち着けるのはね、やはりこうストライカーとしては大事ですよね。右サイドからのコーナーです。ここはよく守りました。取ったか、ボールを中に入れますが、これは弾かれます。パスです。ヤゾソフ、オフサイドです。うまいラインコントロールでした。さあリプレイ見てみましょう。前方へ、マーチペロコフ混ざっています。さあ中央パス、左取り、マーチペロコ、ザトレ、アルナル、さあ抜けてくるか、駆け上がるシュート、右足コントロールしたシュート。まあ今のようにある程度ディフェンスラインができてしまいますとしょうがないのかもしれませんね。今しっかりとシュート打ちましたね。ブルガリア4本目のコーナーキック、
素晴らしいボディバランスです。しっかりとボールをミートできずに枠を捉えることできなかったですけどね。もう一度チャンス続きます。さあブルガリア得点のチャンスを迎えます。狙いすましたんですがヘディング決まりません。積極的に来ましたね。運が良かったと思いますね今のは。前に出した、囲まれている、中央。後半の41分を回ります。パスをカットです。右に後半残り3分というところから振り切れるのか。追いかける、攻めの姿勢、足技、中央近いところ、短いフィード。さあ残り時間あと1分ないか。ボールを取ります。もうロスタイム、チェック、ボール戻る、踏み込んだ、中央ヘッド、ここで笛、ブルガリア勝ちました。では北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。ブルガリアとしては試合始まって最初のチャンスを得点に結びつけたのは大きかったですよね。そのまま勢いで最後まで行きましたからね。はい、それでは今日の試合内容をここで振り返ってみましょうか。後半14分、まだ映像は出ていないんですが、遠藤セットプレー直接狙ってきました。そしてなんといっても前半9分、デニコロフ、あの局面で先制点を決めています。言うまでもありませんが試合を決めたゴールです。さあそして試合終了後のデータです。支配率ではそれほど大きな差はありません。ブルガリアシュート数、そして枠を捉えたシュート数でも上回っています。ええ、特に後半になってから仕掛ける場面が増えましたよね。本日の試合は2対0、ブルガリア2点差で勝負を決めました。そろそろ放送時間もなくなってきました。北澤さん、福田さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラでした。ハイライトシーンをお届けしながらのお別れとなります。皆さんまたお会いしましょう。